この日を意図的に過ごすことによって、あなたの人生に大きな転機がやってくることになります。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。9月18日、開運ウィークの一粒万倍日についてお話ししていきます。9月18日は一粒万倍日、吉日です。この日の一粒万倍日は他の一粒万倍日と違う特別な意味があるということをご存知でしょうか？多くの人がこの日のパワーを知りません。でもこの日には本当に知られていないパワーがあります。この9月18日は一般的な一粒万倍日では伝えられていない非常に大切な日であり、この日を意図的に過ごすことによってあなたの人生に大きな転機がやってくることになります。この特別な日を知らずに物質的な欲望にとらわれたまま過ごしてしまうと、あなたの人生がマイナスのスパイラルに取り込まれてしまうリスクだってあります。僕も銀行員時代には長らくこのようなその日その日にあるエネルギーの流れというものを知りもせず知ろうともしてませんでした。目の前のことを自分がやることによってしか未来は作れないと思っていたんです。でも違うんです。それを今では僕は理解しました。それは13原律という宇宙法則を理解することと暦の吉日との関係が本当の意味で理解できると見えてくる現象まで変わっていくんです。ですから今日の動画を最後まで見ることであなたはこの9月18日という一粒万倍日の真の意味とこの日にどのような行動を取るべきなのか、または避けるべきかということを知ることができます。知ることがスタートですので、まず知りさえすれば、あなたは9月18日をあなたにとってより良い一日にすることができます。単なる物質界においてあなたにとって何かが得られるというような小さな話ではなく、あなたにとってもあなたの家族にとってもあなたのコミュニティにとっても地球にとっても宇宙にとっても進化発展に寄与できるようなあなたになれるんです。そんな今日は大事な話をしますので、今日の動画を最後までご覧ください。今日は9月18日の一粒万倍日について、13原律とカタカムナ数打歴から紐解いていきたいと思います。一般的に一粒万倍日というのは、その日に始めると大きく成果が生まれる日、何かを始めるのにいい日、吉日とされています。でも、その説明では表現しきれない重大な意味をこの日は持っています。そして、今週というのは開運日が続く週です。このまたとないチャンスをどれだけあなたが取り込めるか、それがあなたの今後の人生に影響してきます。そういう意識で9月18日を理解してください。まず、一般的な一粒万倍日とは、先ほども言いましたが、一粒のもみをまくことによってお米が何万粒にもなる、そんな大きく発展する日と言われています。これは、その日その日にエネルギーの流れがあり、その日のエネルギーの流れに沿って行動することが、すべての人間、生き物にとってベストな選択になります。そしてこの一粒万倍日というのは、アマテラス大御神がニニギの御事を高千穂に下ろし、日本を建国させた時に下ろした命令、神様からの三つの命令である三大神勅というものに関わっています。この三大神勅の中で一番大事なのが、天上無休の神勅と言って日本の地名です。そしてそれ以外にニニギの御事に命令をした、その大事な一つが、湯には稲穂の神勅と言って、お米を育てて、お米で世界を繁栄させ、次元上昇に向かいなさい、という命令です。ですから、日本はお米で世界を繁栄させ、お米で次元上昇を目指す、そういう国なんです。そして、お米が撒いた時に、それが万倍にもなる。それは神様がその流れを作り、その流れに乗ると、その時のエネルギーにより大きく進化発展できる日ということになるんです。ですから9月18日は、湯には稲穂の進捗に向かってエネルギーの流れ、自流がそういう風に流れる日だと理解してください。そしてその上で13原律という宇宙法則から9月18日を見てみましょう。まず、9月というこの9、9の数玉。これは、極まるということを表しています。ですから、9月というのは、
神様から降ろされたメッセージとして、極まる月にしなさいというメッセージが込められています。そして8月はどんなテーマだったかというと、物質界における進化発展を遂げること。これがヤーの風玉でした。そして9月18日の8、これはヤーの風玉で進化発展。それも物質界の進化発展で、そこから先が気の領域を取り入れて、もっと大きな発展になる、もっと大きな進化につながるということで、究極の9になり、それから10、そしてそこからが桃という次元上昇に向かうんです。ですから918というのは、極まるために物質界のあるものを統合させ、進化発展させる、進化発展することができる日というふうに読み解くことができます。そしてこの日は1万3000年昔に神々がお使いになっていた尊い暦であるカタカムナカズータ暦で言うと10月8日、10月のテーマは次元上昇に向かって整えるという意味の月になります。そして8はヤーの風玉で物質界の進化発展、つまりグレゴリオ暦で言ってもカタカムナカズータ暦でも進化発展、物質界の最高潮、そういったものを表しています。そして一粒万倍日も一粒のもみをまくことで万粒にもなる、つまり何かを始めたらそれが大きく成功する、つまり進化発展するという日ですので、矢の風玉なんですね。つまり9月18日というのは、もともとその日に宿る力に一粒万倍日のパワーが注いで、本当に大きく進化発展する日、それが9月18日なんです。9、10という究極に極まり、次元上昇に向けて整えるという、そこに向けての進化発展、物質界の最高潮っていうものが実現できますという日です。ただ注意すべきことは、物質的な進化発展を超えたところに行かなければいけないというメッセージがヤーの風玉にはあるんです。物質界というのは見えない世界、見えない領域、気の領域の中のごく一部の特殊領域です。ほとんどの人が今見えてる地球、自分の環境、それが全てだと思っていますが、それは気の領域から比べたらごくごく一部。陰陽対極図という勾玉が2つ重なった図がありますけれども、この陰陽対極図の勾玉の中にあるちっちゃな点、これが物質界。そしてそれ以外が気の領域というふうに簡単に言えば、そう理解しておいてほしいなと思います。だからこそ物質領域に埋没してはいけないという日なんです。そのことを理解した上で、9月18日にまずやるべきことは、物質界からのさらに飛躍、進化発展を意識する、これがやるべきことです。物質界に生きていて、物質的な願望とか欲望、何かが欲しいとか、地位が欲しいとか、名声が欲しい、お金が欲しい、フォロワーが欲しい、いろんな欲望があると思いますが、その欲望にこだわってしまうと、そこから進化発展しなさいという流れですので、マイナススパイラルになってしまう日。だから物質界からの進化発展を意識することが大事なんです。気の領域という見えない世界があるということを受け入れて、その気の領域というものがほとんどである、それを意識しながら、具体的なやるべきことをお伝えしましょう。それは新しいことを始める。これは一般的な一粒万倍日でも言われていることですけれども、ただちょっと違うんです。それは精神的な発展を意識しての新しいことを始めるということをやってください。これは前日の虎の日に考えたこと、これを踏まえて新しいことを始めるんです。前日9月17日の虎の日にすべきことについては、昨日の動画でお話してますので、その動画を見直して虎の日をしっかりと活かした上で、この9月18日という一粒万倍日を精神的な発展を意識して新しいことを始める日にしてください。精神的な発展を意識するっていうとちょっと分かりにくいと思いますので、もっと簡単に言えば、天命、地命、我命というあなたが最も大事にすべき、あなたが生きている意味、それに向かってよりレベルを上げていこうという意識で考えてください。ここがないとダメなんです。ですからこの日、天命、地命、我命に向かって何かを始めることで、それがその後大きくいい形となってあなたに返ってきます。
そしてそれはあなただけが良くなるんではなく、あなたが意図している、意識している人まで、それが宇宙までであれば、宇宙までにとっていいことが起こる。そのように理解してください。では逆にすべきでないこと。それは自分自身にとってだけ都合のいい結果を求めることです。この日のエネルギーはそのような自分向きのベクトルで流れてませんので、利他の意識がない自己中な考え方、物質的な欲望とか願望というものを持って何かを始めるとどうもうまくいかない。どんどんやばいことになっていくというようなことになってしまいます。この大きな流れということを理解することが大事なんです。では今日の話をまとめましょう。その日その日、吉日と言われている日にはその日のエネルギーの流れがあります。そのエネルギーの流れに沿った生き方、あり方、思考や行動をすることによって、その流れに後押しされて大きく発展する、大きく前進する日となります。だからこそその日の流れ、その日の方向性と自分の方向性と合わせることが大事です。その日にある流れに逆らわずに、一粒万倍日の真の意味を理解し、物質界の誘惑に取り込まれることなく、精神的な成長や物質界のレベルを超えた進化発展を目指していけば、9月18日というのはそこから大きな進化発展に迎える日になります。一日一日、神様がお作りになった流れがあります。しかもこの9月18日というのは、9月16日から9月26日まで連続11日間開運日が続く特別な流れがあります。その流れに逆らったり無視したりすると、本当に生きにくい、うまくいかない、辛い、苦しいということになってしまいます。この日9月18日、そしてカタカムナ数打歴で言うと10月8日、極まり次元上昇に向かって整えていくにあたり、物質界を超える進化発展が約束されている、そんな流れがある日が9月18日だということを理解した上で、やるべきこと、やるべきでないことをお伝えしました。やるべきことは、精神的な発展を意識して新しいことを始める。もっと分かりやすく言えば、天命地命我命に向かって、今よりもよりレベルを上げていくための新しいことを考えてすること。その考える部分は前日の虎の日にしておくこと。ということでお伝えしました。そしてやってはいけないこと。それは自分にとってだけ都合のいい結果を求めること。自分にとっての物質的な願望や欲望を求めること。これをすると悪い方向に展開していってしまいます。どうしても今あなたが何か欲しいものがある。そしてそのために一粒万倍日を機会に何かをしたいと思っていたとしましょう。それはそれで始めること自体はいいんですが、その動機を変えてください。あなたが今欲しいもの、手にしたいものを手にした時に、それが天命地命我命にどのように関わるのか、それによって天命地命我命がどれだけ近づいてくるのか、それを考えて、そのためにそれが欲しいので〇〇を始めるというような形にすれば大丈夫です。その始めることの動機の先、それが天命地命我命につながるものであれば OK です。ということで、このチャンネルでは予言を通してより人生を前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、天命地名に関する大事な情報とか、 YouTube ではお伝えしづらいことなどを配信していきますので、ぜひこの動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。今予言天狗と友達になっていただいた方には素敵なプレゼントを5つお渡ししてますので、ぜひそれもゲットしてください。それではまた次回動画でお会いしましょう。昨日グリーンカレーのペーストを買ってグリーンカレーを作ってみました。スーパーでペーストを見たんですけど、結構高かったので、 Amazon で見たらちょっと量多いんですけど、グラムあたりで言えばだいぶ安く買いました。でもかなり量が多いので頑張って作らなきゃっていう感じですけど、作ってみたらめちゃ美味しいです。
もともと僕はグリーンカレーが好きなんですね。あなたはいかがでしょうか？グリーンカレーの甘くて辛いところ、そこら辺がすごくココナッツのコクが美味しいんでしょうね。僕は好きです。コメント欄でレッドカリーペーストのことを書いていただいてましたけれども、それもやってみたいなと思ってます。昨日のグリーンカレーの美味しさのポイントは、生姜とニンニクをかなり大量にみじん切りして最初によく炒めました。その後グリーンカレーペーストを炒めてから鶏肉を炒めてタケノコ、ナス、しめじを炒め、それからココナッツミルクと水を投入して沸いてきたら細切りしたピーマンを投入して魚醤を入れて煮詰めたら完成でした。結構美味しかったんでやってみてください。ということで、ではまた。